こんにちは、少子子です。こんにちは、キヨです。はい、今日はですね、はい、お芝でハンコ。はい、そうです。はい、とにかく見てくださいね。見たらね、はい、楽しいのがわかります。はい、それではキヨ先生、よろしくお願いします。はい、はい、今日はこの画線紙はがきを使いたいと思います。今日はですね、横にします。横にするときは郵便番号が右側に来ます。はい、そしてじゃじゃーん、お芝にしたもみじ。お芝ですね。はい、そうですよ。もみじですね、今のね。もみじです。はい、何でもいいんですよ、皆さん。はい、はい、そしてこのお芝にしたもみじを裏返しにして、はい、裏側の方が葉脈がはっきりしてますので、はい、この上に好きな秋色をつけます。おー、はい、これを塗る。そうです。これに絵の具をつけるんですね。はい、いつもの顔彩をこれにつけます。葉っぱの部分だけでいいと思います。はい、はい、この風に黄色、うん、これは表裏どっち？さっき言ったじゃん。言った、言ったよね、皆さん。忘れちゃった裏、はい、でこうやってはがきの上に置いて、はい、あ、ごめんなさい、このちょっと汚れてるやつでごめんなさいね。はい、こうやって押します。はい、そして、うん、優しく取るとほら、お、かわいいでしょ。うん、お芝でハンコだ、本当だ、うん、ね、こんな感じ、うんうん、で今はちょっと赤っぽくなったから、はい、じゃあ次は少し黄色を多くしようかなとか、はい、オレンジを多くしようかなとかいうのはもう自由にいいんです。そうですね、少し色を変えながらすると、うん、うん、そうですね、重なった部分がいい感じに表現できます。うん、なんかこれは紅葉した感じですよね。そうです、だからね、もちろんそうですよ、うん、5月だったらは緑ですればいいということ、うん、そういうことですね。はい、はい、二度おいしいですね。二度おいしいですね、うん、ほら、おー、なかなかいいね。もうね、難しいね、このおもみじの形が。おみみじおって言ったっけ。おみみじ、おみじ、おみじ噛みすぎ、うん、はい、もみじの形がね、なかなか取れないんですけれど、こうやってするとね、はい、もみじの形が綺麗に取れるんです。はい、誰がしてもできます。はい、はい、まあ今日は、うん、3枚ぐらいでやめとくかな。悩んでる。もうこの辺ちょっとね、1枚は重ねる、うん、ね、うん、綺麗な紙で押さえます。はい、はい、よいしょ。お、結構写ってそう。ほいっちょ、おお、ほれ、用心して、ほら、いい感じでしょ。いいね。ね、うん、でもここで終わらせないのが、はい、絵手紙ですっていうか、はがき絵ですよね。うん、うん、このもみじの形がね、難しいからね、うん、ちょっと、これはまずは枝を描いてるわけか。そう、もみじの葉脈の真ん中のあたりからこうやって引くと、うん、いい感じに枝になっていきます。はい、でこの時ね、あの少子子先生の大好きな爪楊枝、はい、うん、それを使われてもいいし爪楊枝爪に用心しなさい、そう、ね、爪楊枝ね、うん、はい、うん、こうやって何本か線を引いてください、うん、この時は紅色を使いました。はい、はい、そしてこれに普通通りに塗り絵みたいにして葉っぱを塗っていけばいいんです。うん、はい、なるほど、うん、これはいいですね。はい、これだと、うん、少々絵が苦手だわ私っていう方でも大丈夫ですよ。これはちょっとおすすめですね。はい、はがき絵経験ない方、うん、うん、これいけますね。いけます、うん、はい、これいいね。はい、このね、色をね、出す時も最初にね、うん、線香機っていう黄色、レモン色ですね、うんうん、あれを最初にベースに入れといて、はい、そしてその上にまた別の朱だったり紅だったりをつけると、はい、綺麗な色が出るんですよ、うんうん、それを利用してください、うん、はい、いいね、好きな色塗っていいからいいよね。ほんといいですよ、これっておすすめです、うん、形描けないもん、こんなん、なかなかもみじの形なんて。そうね、似てても描けないもん、うん、ね、これはいい考えですね。そして、はい、ここで終わらせないのが私
私たちなんですよね。この縁をきれいにするっていうことかな。違うよ。何？縁がこれね、縁きれいにならなかったのは私のせいです。ごめんなちゃい。はい。ちょっとこれはね訂正してますけれど、うんうん、このあとねもみじだけじゃなくて、なんか秋って言ったらやっぱりこれでしょ。蓋じゃないですか。これでしょって。あ、汚れてる汚れてる。ちょっと抜いて。ごめんね。蓋についてた。はい、うん。うん、これは蓋なんですけど、はい、お月様ね。なるほどね。やっぱり秋だから。はい。そしてスパッタリングですよ皆さん。スパッタリングここで活躍ですね。そう、スパッタリング皆さん上手になられましたよね。はい。じゃあ出番です。はい。藍色や群青色で夜の雰囲気を作ってみます。夜の雰囲気ね、もちろん、はい、もちろんそうだよね、お月さんだからね。うん。はい、そうです。この時はそうだね、群青が綺麗な、綺麗かな、群青が綺麗かな、これ、うん、藍色かな、これ群青と藍を混ぜました。混ぜたの、うんうん、ねえねえ、しこ先生説明させてよ。はい。網の周りに水分がつかないように落としてくださいよ。あ、水分の量は少なめに。そうです。はい、ね、霧状で落ちていくということですよね。そう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 。網に膜が張ったらダメですよ皆さん、はいね、ポイントちゃんと覚えててください。はい、はい、じゃあそろっと外します。はい、ほら、おいいね、すごい、月夜だ月夜。はい、はい、では言葉を入れてください。はい、それではしこ先生、素敵な絵よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、僕もお芝居でいきますよ。まずはハガキですね、画線のハガキになります。はい、にじむやつですね。そうです。はい、今回は横にします。はい、はい、それでは書いていきます。お願いいたします。はい、今回もお芝居。はい、はい、これは、これは花水木ね。そうそう、ごめんね、言おうとした、うん、あ、ごめんごめん、うん、はい、の裏にね、うん、茶色をつけます。茶色です。茶色ですね。はい、やっぱ秋色ですから茶色ですね。はい、で結構ね、べったりつけます。うん、水もついてるんだよねこれね。はい、ついてます、ね。うん、でね、葉っぱを一回水拭きするとね結構塗りますよ。つきやすいよね。つきやすいです、うん、はい、して上から今日先生みたいにこう上から紙を置かないと僕は直接やります。おー、これでもう木が出来上がってます。できたね、これクリスマスにも使えそうじゃん、うん、そう、枝までできてね。ねえ、いいね。でね、向こう側のもう風景に行くの。そうだよ、早っ。これがね、藍色で遠い山、山です皆さん。はい、で下のラインがねちょっとまっすぐじゃないとダメなんですよね。ここは目の高さですね。はい、でこの部分はちょっとね白く赤してほしいんですよ。はい、でその下は今度はなんか秋のイメージとして、うん、黄土色をちょっと、ね、うん、なんか枯れ草って感じがするね。うん、枯れ草でもいいしね、お米の稲穂でもいいしね、うん、夜だからね、はい、うん、で100万円ですね。はい、100円だ。うちにはこれはあります、うん、ありますね。100万円はないね。僕今財布の中に3万円入ってました。おお、すごいじゃないですか。はい、で藍色で今回はやります。はい、はい、スパッタリングでやります。はい、もうこれでね、うん、秋の風景の夜の風景、うんうん、なんかもう終わりそうやん、これもうこれで終わりですよ。なんか早くない？はい、これでどうですか？すごい早くて良いですよ、これは良いでしょ。はい、はい、
これおすすめです。皆さんおすすめです。やってみてください。はい、それでは言葉を入れたいと思います。お願いいたします。はい。